は、日本のサイエンスコミュニケーター、恐竜イラストレーター。研究機関や大学には所属せず、恐竜の知識をエンターテイメントとして伝える活動を、フリーで行っている。本名は、田中誠氏。6歳の時に、国立科学博物館で恐竜の全身骨格に、見せられたことをきっかけに、古生物学研究を志し、16歳で、カナダに単身留学。 恐竜の研究が盛んなアルバータ大学で、古生物学を中心に、理学、自然科学を治める。2008年に卒業。卒業、帰国後は、サイエンスコミュニケーターとして活動する。単一の活動にとどまらず、恐竜を通してという科学的テーマの下で幅広く、活動している。サイエンスエンターテインメントエデュケーションを掲げ、恐竜展のプロデュースやイベント。 公演を日本全国で開催し知識を提供する。イラストも自分で描く。国内外の学術機関と連携することで最新の知識を取り入れ、随時反映させる。ブラックヒルズ地質学研究所と連携することで、ティラノサウルスの全長12メートルの全身骨格の2010年代の新復元パーフェクトスタンを作った。パーフェクトスタンは企画展示されることが多い。 2015年には、佐賀県立博物館の恐竜展示リニューアルを担当。他にも、ユタラプトルの2017年最新復元、全身骨格や、ツノリュースピクリペウスの頭骨を日本初公開するなどを行っている。2020年8月4日から16日まで、ゼビオアリーナ仙台で開催される、宮城肉食恐竜展2020脅威の身体能力マイナスの企画。 監修を担当し、蒸気のスタンの他トリケラトプスの美格やゴルゴサウルス、ユタラプトルなどを来日させた。2021年夏の横浜国際、平和会議場での企画展、ソニープレゼンツジノサイエンス恐竜科学博ララミリア、大陸の恐竜物語の企画、監修も担当。目玉展示には、トリケラトプスの標本レインを、ヒューストン自然科学博物館から借用し、 この他にもララミリア大陸に生息した恐竜、古生物の化石を取り寄せた。同点の企画は2018年頃から進められていたという。名前は、さかなクンにあやかって名乗っているもの。ありがとうございます。